路線バスのマニュアルシフト、こちら、直接ミッションにつながっているわけではないんです。ここにボタンあるの分かりますか？マニュアルミッションの形をしていますが、実はシフトチェンジをするスイッチみたいなもんなんです。なのでこういう風にやると4というスイッチに入ります。こういう風にすると5というスイッチに入ります。順番にねスイッチがこう入っていくだけなんです。もしこれが壊れてしまってもこっちのスイッチでね、変速自体を調整することはできます。こういう大型の車はですね、空気の力を利用してこのシフトをチェンジしていきます。ここにミッションがついています。ここに電気信号が伝わってここでシフトチェンジをするという仕組みになっています。ちょっと普通の車とは違いますね。